稲葉ダムは、大分県武田市、一級河川、大野川水系稲葉川に建設されたダムである。大分県が管理する県営ダムで、2010年に完成した、高さ56メートルの重力式、コンクリートダム。1982年7月の武田水害や1990年7月の放飛水害による武田市の水害を契気に、大分県最大の河川である。 大野川上流部の主要な支流である玉来川、稲葉川流域の治水を主目的として計画された、武田水害緊急治水ダム事業に基づき、建設された治水ダムである。ダムによって形成される、人造湖は、工房により、名水稲葉ダム湖と命名されている。武田市は、1982年7月及び1990年7月の二度に、 渡る梅雨前線による集中豪雨で甚大な被害をこむり、1982年7月の水害の被害は死者7人、負傷者13人、被害額約48億円に、放費水害とも呼ばれる1990年7月の水害の被害は死者4人、負傷者33人、被害額約275億円に及んだ。これらの水害を契機に、 1991年に採択された竹田水害、緊急地水ダム建設事業において、稲葉ダム及び玉ラダムの建設が計画された。その後、2003年3月26日に本体工事が開始され、2010年2月24日には試験断水が開始されている。洪水調節を主目的とするため、供用開始後の常時の貯水量は、 総貯水量の3割以下に抑えられるが、試験炭水では、総貯水量まで貯水が行われる予定。なお、本事業におけるもう一つの中核事業である、玉まい川の玉まいダムについては、2009年に発足した民主党政権の前原誠治、国土交通大臣によるダム事業再検証により、再検証の対象ダムとされた。しかし、 大分県は現在ダムの形式などを検討しており、建設を進める方針をとっている。東ダムの建設地は、軟弱な地盤や、透水性の高い地層が入り組んでいるため、様々な射水工法が採用されている。ダム停滞の左右岸や貯水地周辺に漏水による浸透破壊の恐れがあるため、貯水池打ち全面を被覆する、表面射水工法が採用された。このうち、 川床水平部は CSG、文豪の市浅次町で採取した、斜水性の高い土、現地で採取した土の3層構造とされ、中段水平部にはアスファルト材等の3層構造、斜面部にはコンクリート材を用いるなど、部分によって最適な候補を採用することにより、指向性向上と後期の短縮が図られている。 天竜水路等の基礎部及び貯水池、表面射水工法の川床水平部に現地で採取した砂力に少量のコンクリートをこんねりした CSG が採用されている。CSG 工法により資源を有効利用することでコスト低減、工期短縮、環境保全が図られている。ダムの左右岸に停体の重量に耐えられない地層が存在するため、 まず軟弱な地層を覆う人工岩盤を蓄造し、その上にコンクリートを打設して、停滞を建造する造成アバットメント工法が採用されている。ありがとうございます。